ジョージ・ワシントン橋は、ニューヨーク・シマンハッタンク・クワシントン・ハイツと、ニュージャージー・シューバーゲン群・フォートリーを結ぶ吊り橋。ハドソン側に架かる他の橋や川をくぐるトンネル同様、ニューヨーク・ニュージャージー港湾校舎が橋の管理に当たっている。1日の車両交通量が世界一多い橋である。2011年の27万6150台、2013年の 年間走行通量は1億200万台であった。通行料金は投稿のみ徴収で、2013年12月現在は、乗用車が現金で13ドル、イージーパス利用の場合は、ピーク時11ドル、オフピーク時9ドルである。ニューヨーク州、または、ニュージャージー州在住ののイージーパス利用者は、3人、以上相乗りで5ドルとなる。1927年9月に着工。 設計者はアメリカ国家科学賞を受賞したオスマーマン。完成は1931年10月24日。翌日から一般に開放された。完成当時、中央島町の長さで世界一を誇っていたが、1937年にゴールデンゲート橋にその座を譲った。橋開通当初はハドソン川橋と呼ばれていたが、後にジョージ・ワシントンにちなみ彼の名前がついた。 当初は6車線であったが、1946年、2車線を追加し8車線となった。これはそのまま現在の橋の上層となった。1962年、交通量の増加に伴い下層が追加され、交通量は7割増加した。2層化は設計当時から想定していたもので、強度的には問題ない。ジョージ・ワシントン橋建築家ルコルビュジェは当時、 ハドソン川に架か,かるジョージ・ワシントン橋は、世界で一番美しい橋と称えた。ABCD、ファクツインフォ、ジョージ・ワシントン・ブリッジ。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社2010年2月27日閲覧。ジョージ・ワシントン・ブリッジ。アスメトロポリタン・セクション。2010年3月6日、閲覧。エット・バリューズ・フォー・セレクト・トール・ファシリティズ。2011. ミズダットトラフィックデータレポートハット、ポートオーソリティオブニューヨークニュージャージー、ジョージ・ワシントン・ブリッジ。ザ・ポートオーソリティオブニューヨークニュージャージー、2013年9月13日、閲覧。バド・ウッドラフ、ラナ・ザック、&、ステファニー・ウォッシュ、GW ・ブリッジ・ペインターズ、デンジャラス・ジョブ・オントップ・オブ・ザ・ワールズ・ビジースト・ブリッジ。ABC ニュース、2013年9月13日。 閲覧、ありがとうございます。